いろんなものがあることにの中に自分が溶け込んでいるこのバランスが一番美しいんじゃないかなと思ったんですよね、うん、なるほど人と世界をつなぐそのフィロソフィーなんだと人と人人と世界をつなぐ五感体験っていうことをぐっちゃぐちゃにもう一回くっつけちゃうと <laughs>、うんうん、つながりの中でい,いかにどう豊かにあれるかではよろしくお願いしますありがとうございます いや、本当に、あの、クリエイティビティ、教えを越えたい方にですね、お話を伺い、に行くと。いう企画なんですけれども、あの、初回から、大阪から来ていただくと、いうことでですね。<laughs> あの、すみません、あの、今日は、あの、ありがとうございます。ますよろしくお願いします。ますで、最初に、まず、まあ、米田さん、といえば、もう。あの、トップ、オブ、トップスの、あの、まさに、こう、あの、素晴らしい。 食文化を今あの牽引するあのお一人なんですけども、まあ、最近、まあ、どういった ここととととををやってっていいいるかううちょっとお伺でできればといすそうですねまあお店の営業を中心に1、まあ、個はその感染がすごく、うん、あの全体的に多くなった時にこう飲食業、ね、への影響があったので,、うんでまあ、その飲食業を救済するための政策をやってもらうっていうことをあの政府の方にえ交渉するっていうことを、まあ、ここずっとやっていたっていう部分と、まあ、創造性の部分に関してはあの AI と 調理っていうものだったりとか創造性っていう部分をくっつけた部分で何、うんえー、て言ったらいいんですかね研究所と一緒にやっていたりとか、うん、あとはまあそのえー、っと別のところでまあその、えー、今後こう台風が起こったりとか震災が起こった場合に、えー、風速まあ70メーターから90メーターの、うん 暴風、うん、が来るとか言われたときに全部吹っ飛んでしまうわけですよね。そうなったときに新しく職を生み出す場合に。何もなくなった場合どうするのかっていうような、ような、ちょっと、ち、あのチームを組んでいる部分の、その。職っていう部分の、えー、メンバーとして入ってやったりとかもしてます。なるほど職のレジリエンスということですね。で、もう一つは、あの、まあ、企業とやってらっしゃるこの A. I. を使った職っていうのもすごく気になるところ。はいはい なんですけどども具体的にうういうこと,をされてえっとまず一つには調理における問題点というのが、うん、結局その人間に起こるこるとが多いんですね一つにはその体調の問題、うん、その精神的な問題だったりとかその日によって同じものを、えー、作らないといけないのに、うん、なかなか今日はしんどいから、うん、もういいやみたいな,、うん、な調理になってしまうと品質的に問題があると。うんうん でそこをどこまでをにそのコンピューターだったりとか AI に任してで創造性の部分だけを人間がやっていけるようにするためにはどのようなことをやっていった方がいいのかと、うん、で現在の,そのシンプルな調理法をロボットに置き換えるふうにはどのようなその細分化をしてどのような装置をやっていく。 のかっていう部分に関して今ちょっとずつこう進めてるっていうところは、ねまあ、最近では例えば画像認識で、まあ、これまではやっぱ食べてみないと分からなかったものがこの食材の糖度とか酸味とかがこう推測できるようになってきているとでそうするとこうもう食材をこの何でしょうね あの調達する段階からこの自分の味との,このバランスを整えたりとか,なんかそんなこともできるかないやもうできると思いますね、うん、だからもう厨房じゃなくなくるんですよね調理があ調達ルートからも始まってオーダーかかった段階でドローンか何かが畑から取ってくると持ってくる過程で皮を剥いてしまって、うん、調理が始まって、うん、でそれが到着をした段階で料理になると。うんうん いうふうなものも考えるともう流通の関係から冷蔵庫も、うん、あの新ししい冷蔵庫になってまだから厨房も今の現在の厨房じゃない厨房になってくるんじゃないかっていう部分とかもまあ,あのいいなと思いながらいろいろ言ったりしてますね。面白いですねやっぱりあの食材によっては取った瞬間が一番おいしいものとかあるいは取ってからの時間で熟成して味が一番整うものとか,、うん、かこのいわゆる何でしょうね 搬送経路からも計算して,るってので、ね、ベストのタイミングっていうのが面白いなと思うんですね。でまあその、えー、なんて言ったらいいんですかね例えば人参だったりとかするものも、うん、糖度計でどれぐらいのものが欲しいかっていうのも、うん、最初の段階からもう、うん、糖度何度のものっていうふうなものを選んで持ってきてくれると人間の場合はその場合。 まず業者さんに注文すると、うんうん、業者さんは業者さんで融通があるので古いものがあったらこれ買ってほしいなと思って売っちゃうかもしれない <laughs> でそれがうちの厨房に入ってくるけどいやもう注文やっちゃったし別の業者さんに連絡するの面倒くさいからいやこれで料理しちゃおうと。うん うん、いう感じで調理をしてしまうと、で最後にチェックするときにんうんおかしくないかこの人参っていうなような問題が起こることがあるので、本当に一番最初から精度をよくやっていくっていうのがあのやっていけるんじゃないかというふうに思ったりして面白いですね。なんか食の可能性をまた開いていきそうですよね。そうですね。素晴らしいな。でまあその中でですね、まあ実は米田さんの活動に。 あの関連したことも私やっていて、はい、それが最初お話しいただいたこの、まあ、コロナ対策における、まあ、あのまあフェイスブックでもつながってるんですけどす、ね、日々米田さんのこう非常に現場からのですねあのとても緊張感に満ちたこの状況っていうのを私自身も聞きながらまあなんとかしたいっていう、まあ、そういうような発信だけではなくてまあ あのまあ、ワクチン・検査パッケージですね、はい、これグローバル規格があって、今まではもう一律中止だったので、まあ、そうじゃなくて、そういった実態、データを把握できれば、まあ、これからまた感染拡大が起こった場合にも、あの一律中止じゃなくて、まあ、そういった対策ができているところにこうあの許可を。 あのしっかりまあ守っていくとかですね、まあそういったあのことができるんじゃないかということで、まあ一応この十二月からまあ正式導入が始まりますけど、そんなところのあの下支えもちょっとあの世根さんたちの活動ですね、あの横横目でって言うとあれですけど、あのあの感じながらこうはいあの少しさせていただいたりもしてます。ありがとうございます。でもう一つまあ私自身のまあ取り組みまああのいろんなことをやっているんですが、あのまあまあ今 なんていうのかフードマイレージっていうのか移動の話が出てきていたんですけどもやはりこの地域の中で新しい未来をどう作れるかっていう取り組みで、まあ、例えば飛騨ってですね、まあ、大学を作ろうと。そうです、ねはい、まああれ実は大学だけじゃなくてその関連にですねそのあのいわゆる駅前のあの どう開発するかとかあるいは食事をどうしていくまあ,あの食処をどう作っていくかとかですねあの宿をどう作るかみたいなところも含めたこの町づくり全体を今やっているので、まあ、その中でもやっぱり食ってすごく大事だし素晴らしいなっていうことをなんか感じてますね。で特にあの今 まあちょっとまでは経済成長とかです、ね、国際協調だったんですけどやっぱりサステイナビリティウェルビーングダイバーシティインクルージョンとこ,これが先にあって世界をどう回していくかって今そういう,こう変化が始まってくる中で、まあ、カーボンニュートラルというのもあるんですけどもただ冷静に考えると日本の強みは何だと、うん、でやっぱり米谷さんたちがこう代表するような食文化ってやっぱり日本の一番強いものの一つだと思うんですよね。まあ もちろんミシュランの星っていうのがもうあの本国フランスをこう圧倒するようなこうあの数を持っていたりっていうのもあるそれだけじゃなくてあのいわゆる世界がオーストラリアとかアメリカのような食生活をしたら地球が5個から7個必要になるんですけど日本の場合だと炭素だけでいうと1を切って、うん、であの全部ひっくるめても1.8個なんかもうちょっと頑張れば日本は実はサステイナブルであると。うん まあそれぐらいやっぱ食っていうのはこれからの未来っていうものを考える上でもすごく大事だしかつそれは単にこう地球に優しいだけじゃなくてあの湧き立つような心躍るような文化体験でもあるんじゃないかということで、うん、今日はちょっと米津さんにですね日本の可能性と未来を考える上でもあのやっぱりあのお話を伺っていきたいなというふうにあの考えてます。はい <laughs> まあ、あのそんな中でですねあのちょっとまあその推しを超えたかったわけを、まあ、少しまだ続けさせていただくとやっぱり米津さんの食っていうのは本当に圧倒的な最先端でもありでかつ、まあ、食体験味覚としてもすごく素晴らしい体験であるとともにやっぱ五感全部を動員した、うん、もはややはアート だと思うんですよね、まあ、いわゆる他においしいっていうだけではなくてその食を通して五感をで感じるその体験そのものがすごくあの人生そのものにこう影響を与えるような感動を味わうことができてで、まあ、かつてんでしょうねあの見た目が。 すごくアートっぽいけどあの重たいだけの,、うん、あの時代の、まあ、いわゆる料理もあったりとかあるいはすごいアーティスティックな五感のように見えて食あの味そのものは何てうん、<laughs> なんでか普通なようなそ,そういうようなあの食のこう歴史がある中で、まあ、まさに今両,両方ですよね圧倒的なこの食っていうお,おいしさ というところが本当に素晴らしいなと思うんですけどこ,この辺りご自身の中でどういったところを大事に取り組まれてきているかそうですねまあ根本的にはそのおいしいっていうものをまずいろいろと分解していったんですね。うん、で分解していく過程において、えー、っとまずは世界中のおいしいもの っていうものをまず分析をしたんです。うん、で分析をすると根本的にあるところがまあその生物的に言うと、えー、まずは、えー、地球というのは大雨がまず降って、うん、で原子の海っていうのができたんですよね。でまあそこに全部が入ってたわけです。原子スープですね。原始スですね。結局そのアミノ酸がたくさん含まれているものから生まれていると。うんうん、だまずはアミノ酸に関して、えー、人間は、えー、まず美味しいと。 うん、感じるんですねでもう一つが氷河期なんですね、うん、で氷河期を乗り越える過程で糖を取っても脂肪を取っても、うん、タンパク質の量が多くなると全部脂肪に変わるというような性能の人間種だけが自分たちと一緒のような部分があるというふうに考えるとその3種類の栄養素がバランスよく組み込まれると美味しいって感じるんですね。うんうんうん でヨーロッパ系のところは、まあ、タンパク質糖質脂質っていうものがうまくバランスが組み込められている料理が多かった、うんまあ、中国料理も結構そうですね、うん、で日本料理はどっちかっていうと、えー、スープベースなので一番最初の,その原始の海的な料理が多いとこの両方のどっちかに落ち着いてるところが多いかなっていうのが分かってくるわけですその美味しいところがまず基本ベースです、ねうん、であとはその食べた時の感じるもの、うん って考えた時に結局はこの感動につながるかどうかっていうふうに考えると、うん、脳科学の方に次いったりとかするとるまあ脳科学でやっぱり感動をやるっていうのはドーパミンがバッと発生する時なので、うん、そうなると抑揚が必要になるんですよねだから、えー、美味しいものに抑揚をつけようと思うとコース料理になるわけですよね。うん、なるほど でこれは、えー、音楽も一緒で、えー、っと歌を歌う人が「うん、あ」って言うと「<laughs> あいいね」って多分言うと思うんですけどそれにメロディーをつける、うん、さらにもっと感動させようと思うと、うん、メッセージをつけるんですね、うん、なので一つ一つの料理にコンセプトを乗っけようと。うんうん、コース料理まず美味しいのが前提、うんうんうん でコース料理メメロ B メロみたいなそ,ででそこに<ビ>、えー、メッセージを入れると、うん、涙を流すんじゃないかと、うん、いうようなベースをくっつけたのが現在にずっとこうくっついてきた感じなのでそのこう一つのなんでしょうねあの人類あるいはまあ生物としての原体験っていったところのこうにつなぎながらこのまあそのいわゆるこう実際感動する、まあ、脳っいうのあ っていうところをこう加飾しながらこの抑揚をつけてメニューを作ってでまあそこに様々なストーリーをつけ,つけながらこうそれをまあアップデートしつつそうなんですだからもう結局コースの中でまず表現、えー、見るっていう感覚だったりすると、うん、まず平面的とこうこっちの大きい小さいとか、うん、そういうものも全部コントロールできるわけですよね、うん、だからそれをこう このような感じでドーパミンを出せるようにまず大きいの出したりちっちゃいの出したり高さがあるのを出したり低いのを出したりとあとは食感もそうですよねカリッとするものも柔らかいものもいろんな食感があるわけですよねとろってとろけるものからスッとなくなるものから全部出せるさらに言ったら温度なんですね次温度帯も熱いものも冷たいものも常温のものも中ぐらいの温度からいろんなものが出せるでさらにその風味ですね香りも風味もふわっと と一発来るものがあったらスッと引くものもあるし余韻、うんうん、が長いものもあるし、まあ、噛んで飲み込んだ後に内側から香りが上がってくるようなものもあるんですよね、うんうん、でその辺と、えー、前後の料理をまたやったりとかするとるいくらでもできるんですよね確かにそうですねそうなんですんで,すでしかもヨネヤさんのすごいところは。 それれを全部考慮に入れながら作ってるってことこですよね、まあ、日本というのが、まあ、世界のトップでも例えばもうこの名許止水みたいなこの余韻に特化して料理を作ってる人もいれば、まあ、まさにんでしょうね温度管理のところに徹底してこうあの提供タイミングでみたいな結構どこか一点にこうんでしょうねあの自分の強さをこうチューンアップして料理を作って でまあ、精度を高めていくってケースが多いんですけど米津さんそれ全部見ながらこのメニューを作られてるっていうところがそうですねやっぱこそこもなんか私がえー、っと生まれ育ったのが本当こう山があって川があってみたいな田んぼがあって森があってみたいなところでずっとこう走り回ってたんですよね、うんうん。なんんかその時の時感覚がすすごく残ってるんですけど、うんうんうん まあ春夏秋冬で移り変わっていく、うん、で虫もいるし葉っぱもいて、うん、鳥が飛んでて、うん、でこう紅葉があって葉っぱが落ちて、うん、冬になって生物いないと思うけど石とかをどけると下に虫がいて、うん、で周りは茶色なのにグリーンの葉っぱが下から バッと出てきててうん、うん、あ色変わってると思ったらまたブワッとと生えてくる,と、うん、るでその中になんか自分がいて風が吹いてて鳥が飛んでてっていうような,なんかいろんなものがあることにうん、うん、の中に自分が溶け込んでるこの、えー、っとバランスが一番美しいんじゃないかなと思ったんですよね。それはまさに今 なんでしょうね、コンテンポラリアートの世界も、まあ、かつての,この絶対的な価値観を揺さぶって打ち壊すっていうところから、まあ、それこそ「アイ・ウェイ・ウェイ」とかも言い始めてるんですが人と世界をつなぐそのこうフフィィロソフィーなんだとでそれがまあクリエイティビティでありアートだっていう、まあ、そういうような考え方も出てきてる中でまさに米添さんの職っていうのは人と人人と世界をつなぐ五感体験。 ということですよねでそれは私の領域におけるこの社会デザインだったりとか、うん、あるいはまあ医療もそうだしアーキテクチャー、まあ、これは建築だけじゃなくてバーチャルなものも含めて世界をつなげるっていう部分のやっぱりすごく大,大事な本質の部分、ね、そうで。すねで例えばえー、っと脳科学脳<あ>のことで、うん ちょっと調子が悪いって言ったら脳科学の方行きなさいって言われると思うんですよね。うんうん、で腸が悪くて脳科学行ったら「うん、いやうちは脳科学なんで腸関係の病院に行ってください」と言われるんですけど、うん、でも例えば、えー、精神安定物質とかは、うん、実は腸内細菌によって細菌は発生をやってるというふうに言うと、うんうん、両方やっぱりくっついてさらにそこから先を作っていかないといけないと思うんですよね。あ もう横の関係がないんですよねそこをす多分この時代に全部こうここも全部こうぐっちゃぐちゃにもう一回くっつけちゃうと <laughs>、うん、でさらにそこから何かが生まれるとあそういうことだったんだこれもこれも実は一緒だったんだね、うん、というのがなんか重要じゃないかなというのは、うん、い素晴ら,しい素晴らしいまあまさにあの学問の,こうあの今ぶち当たってる課題をすごくこう 明確に指摘くださっていてい本当にその通りで例えば今まであの医学でも健康っていうものをある種の状態として絶対値で定義していたんですけどそんなことないんですよね。で今お話しいただいたように人間の細胞の数以上ある腸内細菌がいてで結局じゃあその健康って何だろうっていうとその食べてるものとのこのバランスですよね。 でその環境の中で食べているもので腸内細菌のバランスが保たれているかという外界との相互作用でやっぱりこの健康が成り立っているとであるいはあの認知症が一定以上にまあ進行すると今あの世界の科学では治せないともう q を得はありませんっていうふうにこれ ちょっと前までは考えられてたんですが、そうじゃなくて、その中でもじゃあ今度はその人が大切にしてきたもの、まあ、例えばあの散歩するってことだったり、あるいは美味しいものを食べるとか、あのまあそういうさまざまな体験に寄り添うことでやっぱりあの人生の輝きっていうのはまたあの保たれていくんですよね。だからそのつながりの中でいかにどう豊かに あれるかまあこれをベターコービングと我々呼んでいるんですが、うん、まさに米さんの食ってそういった 体験ですよ、ね、あのまああのンスながら一皿お話しさせていただくと「あの地球」っていうのは <laughs>、はいまあ、まさにこの地球のビジュアルイメージそのものでもありこのいわゆる大地でありこの,その地球が育んできた豊かさそのビジュアルイメージの中に飛び込みながらこう一体化してつ,つながっていくようなまさにあの食の体験が拡張したような本当にあの 感動的なあの体験だったんですけども、まさにおっしゃっていただいたやっぱつながりをすごく感じましたね。